御社国際空港です。今日の行くところは福建省の福州市です。ではレッツゴー。整形エリアに入ってきました。これはですね、一番楽しみにしているのが福建省はね、やっぱり美味しいお料理です。広東風のスープ、海鮮シーフードのスープが有名で、すごく楽しみにしています。皆さんのターミナル整形エリア内の様子です。空港に到着しました。さっき私が飛行機を降りて初めて気づいたんですけど、今回私が乗ってるのが中国東方航空傘下の上海航空のフライトなんですけど、結局私が降りてから気づいたんですけど、乗っていた機材が中国東方航空でした。皆さんはこのような経験がある方があれば、ぜひコメント欄でも教えてください。私はすごく珍しくおかしく思っています。とにかく荷物を取って空港出ます。福建省の方がですね、こちら福建省特有のアプリをつけて、健康コードを提示する必要があります。今回はね、福州空港から市内までが地下鉄が通っていないので、バスが遅そうだからタイヤを頼んでいます。今からドライバーさんに合流に行きます。福州の B 級グルメの定番のおすすめの店、厚街老化、老化って、ビーフンのことですね。ちょっと店入ってみます。你好，你吃了吗？第一还是 C？ C C， 第三个。放心。米粉。我要鸡粉，我这个
候你就放在外面，不要塞在那里。今福州市の中心街のところに来ています。名前は三宝七宝。福州市って、観光するところはそんなに多くはないと思いますが、市手といえばまずここの中心になる三宝七宝が見どころかと思うんですけど、でもこの町を紹介する前にまず福州に来る季節のことぜひ紹介したいと思います。今回は私が夏に来てるんですけど、もう今日は最高気温38度、明日は40度と予報されています。もうこれ本当に暑い。しかも福州市って言えば福建省は皆さんご存知かと思うんですけど、大概夏に台風が来ますね。台風が東太平洋に出てですね、最終的に、日本に行かないやつは台湾を沿って、それから台湾海峡を渡って福建省だから、ここの福建省の観光のいいシーズンといえば夏以外はいつでもいい。秋も冬も春も全然問題ないんですけど、この夏だけが、台風来なければこんなに炎天下、台風が来ると交通網が混乱になってしまうから、その辺が注意しておいた方がいいと思います。このガジュマルの木見て、めちゃくちゃ大きいです。マンヤナ木、つまりガジュマルの木は福州の市の木だそうです。ついでに福州の市の花はジャスミンだって。このケンタッキーの看板も中国の定位置になっています。カンドジですね。これはマクドナルドです。マクドナルドの中国の定位置はこちら、マイタンラウと読みます。これが、お店の外観もですね、街の全体を調和するようにしています。今来ているこの福州市中心街にある三宝七宝七宝というところはどういうところかというと、福州の中旧市街で、唐と宋の時代の中国の、建築文化というか、町づくりの文化ですね、3つの棒、要するに、アメリカだとブロック、四角の日本方の町で囲んだエリアのことと、7本の狭い路地からなったエリアだったんですけど、今ちょっと一部、都市建設で実際に残っているのは2つの棒と5つの甲らしいですね。ここはどういうところかというと、今現存している建物は200棟ぐらいあって、主に明清時代に残ってきた建物だそうです。で、こういった建物が密集してて、よく一つの大きなエリアにわたってよく保存できているところとして知られています。またこの建物の町が商業開発して、ある程度ですね、文化、芸術、宗教に関するものが多く、なるべくですね、こう古い町並みらしく店を作ってもらったり、展示館を作ってもらったり、文化体験施設を作ってもらったりしています。いろいろこう真ん中の方に1本メインストリートがお店なんですけど、いろんな雑貨があって、両脇の方にたくさんの狭い路地に入っていくと、たくさんの施設が作られています。いろいろ散歩すると 2,3 時間ぐらい、復習の短時間観光であればいいところだと思います。三宝七宝の中心街はこの南港街というのがメインストリートです。このストリートに
てたくさんのお店、お土産店があります。今正午ですね、暑いから人は少ないです。この漢字、当然の当、この字に外に一つ大きな丸をついているのは昔の中国の質屋さんのことです。お金、生活に困った人たちがお金を貸す、お金を借りるところ。隣に銅像がありますが、で物を渡して、でその番計算している銀行員さんの方が、質屋さんの方が値打ちを測って金を貸してくれるところが、こういったところは、昔の中国では丹府と言いますので、当然の当という文字がついてます。こういった路地はね、すごく風情があって狭い路地がたくさんあります。ここを曲がっていきますと、もう一本の路地がありますね。またここを曲がっていくと、ここも狭い路地です。で、こういった路地、狭い路地で構成されたエリアが三宝支柱、支柱湖と呼ばれています。こういった路地に所々に散在している文化や歴史の有名人の記念施設、そして文化に関する、宗教に関するカルチャー、文化カルチャーセンターみたいなものがあちこちに作られています。ここに一つの遺跡があって、貧山宅工事、貧山宅って、過去南宋時代にいた、北宋時代にいた、一人の裁判官なんですけど、非常に精霊で市民に愛されている方になっています。で、彼を記念するために、この隣の方で今遺跡だけ残っていますが、かつてここで彼を祀る小さな宗教施設があったところということです。福州空港から滋賀へのアクセスですが、空港エクスプレスというバスがたくさん運行しています。そちらの方がこのような切符売り場で、ここで切符を買って、ほとんどは待たずにすぐに出発できるバスがたくさんあります。このような時刻表を見れば分かると思いますが、または WeChat です。関して時刻と切符を買うこともできます。ここから市内へのバスは大型もあれば、このような一律整然としたワゴン車もずらりと並んでいます。少人数 4,5 人の場合をこのようなワゴン車で送迎してくれます。